熊野市駅は三重県熊野シード町にある東海旅客鉄道規制本線の駅である。特急、南京を含むすべての列車が停車し、また普通列車の一部が折り返すなど、線内の主要駅にして、境界駅の一つでもある。1940年8月、国鉄規制再線が新宮駅から延伸され、国鉄規制再線の終着駅として開業した。当時は、 現在の熊野市はまだ誕生しておらず、木本町の代表駅という位置づけであった。開業から10年以上、和歌山方面からの終着駅の役目を担っていたが、1956年4月には、帰制再選がさらに、あたしか駅まで延長されたため、中間駅となった。その後、1959年に、帰省再選と帰省東線が接続し、亀山駅和歌山駅間が、 規制本線となったことを受け国鉄規制本線の駅となり、さらに国鉄の分割民営化を経て現在に至っている。1959年の解消にあたっては熊野市駅にするか熊野駅にするかが国鉄や地元で問題となった。このうち熊野駅では広大な熊野地域の観光中心地の印象を与えるし、熊野地域は隣接する和歌山県にも多くかかっており、 三重県内である熊野市はその一部分で地域の中心ではないという国鉄側の意見で熊野市駅とすることとなった。なお、公式なローマ字表記は熊野市ステーションであるが国道42号の案内では熊野シティステーションと表記されている。全計一面一線の単式ホームと一面二線の島式ホーム合計二面三線を有する地上駅。駅舎は 南の端式ホーム側にあり、島式ホームへは、古戦橋で連絡している。駅舎は開業当初からの木造のもので、大きな三角屋根が特徴。駅前にはロータリーが整備され、バスやタクシーが乗り入れるなど、周辺の駅の中では規模が大きい。終日有人駅で、緑の窓口や自動券売機が設置されている。駅長が配置された直営駅で、 管理駅としてに木島駅うその駅間の各駅を管理している。ホーム、三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。井戸川の川口付近に発達した熊野市の市街地の北の端に位置していて、同市の玄関口となっている。北の端ではあるが市街地の中にあるため、市役所をはじめとする公的機関に近い。イオンなど大規模な商業施設もある。 三重交通かつては、熊野交通も、同様のルートで路線を運行していたが、廃止された。熊野市自主運行バス、南紀広行きバス、北山村営バスいずれも三重交通による運行である。特急、南紀の隣の停車駅は、列車記事を参照。東海旅客鉄道規制本線大止まり駅、熊野市駅、有井駅。ありがとうございます。